頑張ってるのはパワーエレクトロニクスっていう分野 でこの分野は、まあ、日本が世界に伍して戦うことのできる数少ない分野の一つだと思ってます。この番組はフォーコスの提供でお送りします。未来を作るテクノロジー、工作機械メカトロ技術はフォーコスです。さまざまな形の電気を一番最適な形にどうやって変えていくのか、変換していくのか、さまざまな分野で、我々のこのパワーエレクトロニクスという技術は応用されています。電気の基板を自分で書いて、まあ、設計して電子部品をそれこそハンダ付けしていくっていうのがそこが一番楽しかったです。私の夢は、自分の研究した技術であったり製品だったりっていう部分が世の中に出て社会の人々に使ってもらえるということです。取り扱ってるテーマがとても多くて、まあ、それに惹かれてこちらの研究室に入った形になります。パワーエレクトロニクスという、まあ、融合技術の分野において新しいわからないことが出てくると思うんですが、まあ、それを、解釈するような体系化に携われるといいなと考えております。社会に貢献できる技術者になって、まあ、仕事とプライベートを両立させて人生を謳歌したいっていうふうに思ってます。今までの考え方にとらわれるんじゃなくて、もっと大胆に物事を考えて、でただそれだけじゃなくて詳細な綿密な計画を立てて、まあ、そういう人間になっていただきたいなというふうに思ってますね。岡山大学平木研究室でした。イエーイ。フォーコスは頑張る学生を応援しています。未来を開くイノベーション、環境改善建築設備機器はフォーコスです。